筋肉系 YouTuber 山さんのガチトレ背中編。はい、こんにちは。今日は背中のガチトレを5種目行っていきます。なんで5種目やらなきゃいけないかっていうと、背中って言っても広背筋上部、広背筋下部、僧帽筋、大円筋って4パーツに主に分かれてて、背中をまんべんなく鍛えるには5パターンの引き方っていうのをしなきゃいけないんですね。斜め上から後ろに引く、上から横を通って下ろしてくる、正面から後ろに向かって引く、下から上に向かって引く、そして最後に縦に引くと。背中だけでも5パターンの引き方をしないと本当にまんべんのない完璧な背中って作れないので、今日はどの種目を行えばいいか、そしてどの種目がどの部位に効いてくるかっていうのを詳しく解説しながらガチトレを行っていきます。まず1種目目は広背筋上部を狙ったチンニングを行っていきます。僕は何年間も必ず1種目目は懸垂から入るようにしてるんですけども、これは自分の背中の発達で証明できてるかなと思うんですけど、懸垂が背中の成長には一番重要です。なぜかというと、マシンっていうのはワイヤーの抵抗があったり軌道が決まっていったりするんですけど、懸垂ってのが最も自由度が高くてモーターユニットの動員数が増えるんです。要は使われる筋繊維が増えるんですけども、懸垂も手幅とか握り方によってかなり効かせ方が変わってくるんで、今日は背中の広がりに一番重要な広背筋上部を狙ってきます。こういうスミスマシン使うと分かりやすいんですけど、81センチラインっていうのがありますから、81センチラインにだいたい小指が来る手幅で握ってください。で、懸垂のコツは足を後ろで組んでお尻を締めること。背中の筋肉と大臀筋の筋膜、お尻の筋膜つながってるので、お尻を締めた状態で体を反らしながら引いてきます。ポイントは体の角度になりますから、まっすぐ引いてしまうと大円筋に効いちゃうんですね。広背筋に効かせる場合は体をのけぞる、反り上げるようなイメージで引くと広背筋上部に効きます。で、僕は体操選手だったので子供の頃から懸垂やってますけど、そんな自分でも丁寧に引くと10回しか引けないんで、腕の力はほとんど抜いて、このパワーグリップに引っ掛けとくようなイメージで握ってください。そしてゆっくり引いて、ゆっくり下ろしてくる。心の中で4秒数えるぐらいで下ろしてくるとちょうどいいテンポになります。4 1 2 3 4と。で、引いた時に肩甲骨を寄せるイメージは持たないようにしましょう。肩甲骨を寄せてしまうと背中の内側僧帽筋に効いてしまいます。で、引けなくなったらジャンプしてゆっくり下ろしてくる。ジャンプしてゆっくり下ろしてくる。はい、じゃあ2種目目は広背筋下部を狙ったナローグリップのラットプルダウンを行っていきます。広背筋下部はほとんどの方が弱点になっている、日本人が発達しにくい部位なんですね。その下部を鍛えるにはどうしたらいいかっていうと、こういう縦の動きをしなきゃいけない。肩関節の屈曲伸展っていうんですけど、手を狭くした状態で縦に引いてくる。で、そこで使わなきゃいけないアイテムがこのどちらか、このナローグリップのやつか、マググリップの内側を向いてるもの。できれば広背筋下部に効かせるのに手が内側を向いてた方がより下部に効かせやすいんで、僕のおすすめはこちらです。まあ、ただどこのジムにもあるのはこちらなんで、こちらの方が握りやすい分高重量扱いやすいですから、今日はこっちでやってきます。やり方としては、これやはりまっすぐ引いてしまうと下部には入らないんですね。上部にしか入らないんで、下部に効かせようと思ったら円を描くようにおへそに向かって引いてきます。で、体を45度もしくは40度ぐらいまで倒してください。この軌道ですね。体を倒すことによって完全な円運動になりますから、このやり方で10レップから12レップぐらい、僕の場合60キロですね。ゆっくり戻して体をしっかり倒す。で、特にネガティブですね、下ろす方重視でやるようにしてください。よし。はい、では3種目目はダンベルローイングを行ってきます。この種目は下から上に向かって引く種目なんですけども、こういう下から引く種目としてはワンハンドローイングでもいいですし、まあ、デッドリフトとかもそうです。ただこのダンベルを使うことによって自由度が効くので、僧帽筋のチューブを狙ってきますけど、引くときに親指を外側に向けます。こうすることでより肩甲骨が寄せやすくて背中の内側に効きますので、体を40度倒したところから肩甲骨を寄せるように引いてきます。これそんなに重たくしない、肩甲骨が寄せれなくなっちゃうんで、22キロ手の甲を前にしたところから親指を外側に引く。
これをやるとかなり腰が痛いと思うんですけども、こういう下から引く種目を行うことで僧帽筋のチューブだけじゃなくてこの脊柱起立筋、腰のところまで鍛えられるようになってますから、こういうデッドリフト系とかワンハンドローイング、ダンベルローイングみたいな下から引く種目っていうのもすごく重要です。じゃあ4種目目はプーリーローを行ってきます。これは前から後ろに引く種目で、これも僧帽筋チューブ厚みをつけるために必要な種目なんですけども、このプーリーローってかなりスタンダードかつおすすめな種目です。足は肩幅にして軽く膝を曲げたら肩甲骨を寄せるように引く。で戻しすぎてしまうと軌道が変わってしまうので、厚みをつけたい場合は体をほとんど動かさずに引いてください。腕の力を抜いて肩甲骨を寄せるだけで、寄せた肩甲骨をゆっくり引き離していきましょう。引けなくなってきたら体を使います。チーティング。よし、いよいよ5種目目は大円筋を狙っていくんですけど、大円筋って横の動きをしなきゃいけないんですね。ちょっと特殊なマシン使ってきますけど、ほとんどのジムでないのでケーブルで横から引くワンハンドプルダウンでも構いません。もしこのようなマシンがあればこれを使ってください。大円筋を鍛える時のポイントとしては背中を倒さないこと、本当に真横から真下に下ろすだけ、脇を締めるように引いてきます。でこの大円筋って解剖学で見るとすごく細くちっちゃな筋肉に見えるんですけど、この正面から見た時に脇の下についてるのってこれ大円筋が飛び出してるものですから、フィジーク競技をやる上ではすごく大事な部分。ぜひねこの種目かワンハンドのサイドプルダウンをやってみてください。はい、といったらね、今日の背中のトレーニング5種目いかがだったでしょうか。5種目ね全部真似できないかもわかんないんですけども、今日お話しした5方向から引くっていうのはぜひね背中トレーニングされる際に意識してみてください。今日みたいなガチトレ好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。背中トレ頑張ってね。